おはようございます。サラカゴールです。本日11月23日、いい兄さんの日、アプガプロレス初のバスツアーにやってまいりました。私も本日参加しますので、楽しいレポートしていきたいと思います。それでは行ってきます。俺ら仲間だろう、一緒に笑ったろう。います。何か準備をしている模様です。あ、おはようございます。おはようございます。お名前は？お名前は。ないね。ないですね。あれ？ないですか？あれ？ないです。おかしいな。申し訳ないのですが、やっぱ元バスガイドとして、はい、名簿にないな。乗せられない。おかしいですね。9時50分北口集合。みんなは知らないかもしれない。昨日社長が急に、はい、社長とお会いしたら、はい、急にボソッと爽やかってなんかつぶやいて、あ、食べたいんですかって聞いたら、もしかしてそのため、なんかマジで爽やかって、この一言のみ。私は1ヶ月半前から発表の時からちょっともうスケジュールは抑えられておりましたので。マジですか？ちょっとあのお客さんと一緒に今日は楽しませてもらいます。ありがとうございます。お願いします。はい、行ってきましょう。いや、びっくりしましたね。バスツアーはね、何度もこうやらせていただいたことありますけど、参加をして一緒に盛り上げるっていう立ち位置は初めてでございます。ちょっと緊張するな。はい、ファンの方と今からで一緒に私も行くという部位を回しながら行きますかね。朝一の挨拶でこんなにうーんとなったのは初めてでございます。私も目が覚めました。気が入りました。よろしくお願いいたします。先にしのちゃんが参加します。社内の皆様、おはようございます。はい、本日はアップアップガールズ過去プロレス魅力満載バスツアーにご参加いただき誠にありがとうございます。バス走行中は必ずシートベルトのご着装をよろしくお願いいたします。皆さん今できてますか？はい、ありがとうございます。身動き取りにくくなってしまいますが、一応ナンバーお伝えします。藤井さん、伝えることはもうないと思いますが、はい、車内の温度とか大丈夫そうですか？皆さん大丈夫そうですね。あ、そうそう、修学旅行生みたい、みんな。みんな言った途端に帰るの、修学旅行生みたい。あとは、まあ皆さん大人なので大丈夫だと思いますので、今日は一日よろしくお願いします。ありがとうございます。コンビニのツイート早速してくれてますが、はい、たくさんね、ツイートしていきましょうね。これはなんか、しのちゃんがいろいろ案を出して考えてくれて、はい、はい、私が案を出したので、出して1123がついてるのは今日がお母さんの誕生日だからです。これに関してね、1個嬉しかったことがあって、皆さん、あの私のセオリーの実験者はご存知ですか？から、あのこの立派なバスガイド制服にステップアップしたっていうのがちょっと地味に嬉しいことで、やっぱ社長からはあのこれの、あの元を取れるようにこっから頑張ってくださいねっていう、あの思いも込められてるので、この制服があの一回きりにならないように、あの、はい、あの今日楽しませますし、あの楽しんでいただければなと思います。って言ってもらえるとあの報われるので、ちょっと中退したい。中国が多分持ってるけど持ってるけど、ここから多分ね、景色が
がいっぱい見えると思うからぜひつけさせてほしいですね。はい、つけさせてほしい。なりますかここは。はー、初めてです。はー、初めて静岡、静岡初めてます。え、焼きポンで違ったの。は、焼きポンでなわけないじゃん。焼きポンでなわけない。今年流行ってますもんね、焼きポンデリングね。しのちゃんは三島は何回目ですか？あ、三島ウォーク、ここは。ここは2回目です。2回目、はい。意外となんか仕事ではあんま来たことなかったんですよ。見どころはどこですか、これは。そうですね、いや今日ちょっと天気良ければ富士山で行ったんですけど、ね、うん、富士山行ける、富士山全然行けますね。全然行けるか。全然行けた、わかんないです今日は。今日全然行けない。これでもまあね、しのちゃんのお母さん誕生日だし行けるでしょ。行けます、誕生日だから。行けます、行けます。おめでとうお母さん。どう、楽ちゃん。え、すんだよ。私晴れ女なので、そろそろ富士山見えると思います。ちなみにどっち側に見えるのかな。ここら辺じゃないですか。いや、あれか。いや、違う、もっとすごそうだよね、きっと。いや、ここだと思う。ここら辺。あ、ここら辺。あれ、富士山見えました。ありがとうございます。この見えない日に富士山、ありがとうございます。いや、わかる、マジ不足してたんで。どうでしょう。これの使い方が分かんないです。あ、結構揺れるね。え、本当だ。いや、結構揺れます。うわうわうわ。うわ、なんか怖い。こんな感じです。うわ、これは怖いよ。すごいね。めっちゃ揺れるね。うわ、下すごいわ。これどうですか、体感的には今回の揺れは。いや、私無理なんです、高所。こういう高所が無理。こういう系の高所が本当に無理なんですよ。結構すごいよ。やばい、これ下見るとこんな感じになる。怖い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 ね。怖い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 。もう前しか見れないです。かっこいいな。前しか見れないです。前進してますね。はい。あ、すごいすごい、楽しそう。こういうのもあるんですね。三島スカイウォーク多分2回目ですけど、めちゃめちゃいいですね。あそこのとこいっぱいありますよ。あ、ビューティーカメラ課金税いきます。ビューティーカメラ課金税いきます。ありがとうございます。はい、撮ります。あ、3、なんで3人いっちゃ、3人いっちゃ遅いって。かわいいな。いきます、いただきます。いただきます。あ、空の味がする。空の味が、同じこと言うと夢あるな。空の味、空の味。え、てか晴れてきた、ちょうど。ほら言ったよ。確かに晴れ女。じゃあ富士山行けるかな。晴れ女だ。富士山出そうな気がします。帰り道は、帰り富士山見に行きましょう。やった、見に行きます。カタロース、うわー。牛カルビ、ちょっと食べる感じ。ソーセージ2本、ホスめっちゃだ、ホス。季節の野菜、ちょっとイエイが減った。野菜嫌いだったね。ちょっと野菜嫌いだった。焼きおにぎり2個、うわー。え、ちょっと待って、うたちゃんが勝つと思う人もう一回手を挙げてください。わかりやすくね。オラッチェ到着です。オッケー。オラッチェ初オラッチェ。ホラーさん何回か来てる。僕もプライベートでも遊び来てます。はい、向こうに、ね、動物もいっぱいいるよ。はい、動物います、動物います。
のでいただきます。今じゃあ、せーの、いただきます。イエーイ、楽しみましょう。毎日やってるかね。バーベキュー普段やります？あんまり、あ、でもなんか最近、うんうん、路上プロレスの後とかに路上で仕事人生で2回目で、ね、言ってたよね、うん、それがわかんない。1回、逆に1回目が気になる。高校2年生の時に静岡の魔界の牧場ってところでやったので、バーベキューどっちもこっちでやってる。東京でやった。東京でやったことないのか。楽しい。だから分かんない、何から焼けばいいか分かんない。焼けてます。わあ、よいしょ。食後にします。食後になったらまた気持ちがありますね。うん、コーヒーに食べたら。うまっ。私コーヒー飲めないんだ。うまっ。じゃあ二人準備はいいですか。はい、じゃあ行きますよ。行きますよ。準備はいいですね。はい、行きます。よーい、スタート。うわー、すごい。左後ろやばい、もうドロドロだ。さあ前で、やばっ。しかもみんなに見せる余裕まである。髪の毛、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 髪の毛。さあ、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 シルエットが完全にそうなんだよ。
緒に笑う。